どうも、井手隊長です。アシスタントの西田梨沙です。今日のテーマはラーメン。はい、このコーナーではおすすめのラーメンを紹介しておりますが、はい、先日はですね、はい、盛岡のラーメンご紹介しましたけど、何気に結構忙しくてですね11月の頭に愛媛に行ってきまして、今日は愛媛特集。はい、ということで愛媛のラーメン屋さん紹介していきますけども、はい、まあ、愛媛なかなか行く機会がなくてですね、かなり久しぶり、もう10年以上ぶりに行ったんで、はい、結構いろいろ調べていきましたけどもね、まあ、愛媛は何地方かご存知ですか？四国地方ですよね。四国にありまして、まあ、瀬戸内なんですけども、まあ北を見ればね、中国地方なんで、まあ広島とか山口、うん、でも西に見るともうすぐに九州ですから、うん、これはなかなか面白い、その文化的に面白い感じですよね、うん、なんかこの四国とはいえその近くの県のなんかこう文化みたいなのがちょこちょこ入ってきているっていうのが面白いなと思っておりますけどもね、うん、はい、じゃあまず1軒目いきましょうか、はい、1軒目はこちらです。ドーン。はい、1軒目は久留米豚骨ラーメン松山文庫という店ですね、うん、いきなり久留米かよっていうねところがあるわけですけども、はい、今言った通り九州が近いっていうこともあってね、はい、その豚骨ラーメンが結構愛媛に入ってきてるわけよね。へー、それ面白いね。でこの久留米豚骨ラーメン松山文庫さんは、大砲ラーメンという、これめちゃくちゃ有名店です。久留米にある大砲ラーメンの出身店なんですよ。んで、なんかこのお店の外観から見たら分かるんですけど、はい、学校みたいなんですよ。分校っていうぐらいで学校の校舎みたいな、古い で、ね、で、なんか あのお店の中も学校みたいになって、黒板になんかメニュー貼ってあったりとか、そんな感じのお店ですね。ラーメンこちらドン。はい、これがチャーシュー麺なんですけども、素晴らしいですよ。これはちょっと泡立ち感というか、なんというかね、もうなんか愛媛に来てんですけど、あれここは福岡かというような感じの、もう本当に本格的な豚骨ラーメンですね。チャーシュー結構たくさん入ってまして、いわゆるその呼び戻しスープというね、まあ、炊き続けてこうなんか足していくっていうかね、こうなんかスープ作って捨てて作って捨ててじゃなくて、こうだんだんスープを熟成させていくっていうか、ね、呼び戻しスープっていうのがこう愛媛で食べられるというね。そしてこのもものチャーシュー、結構厚めで柔らかくて美味しいですよね。もういきなりこの久留米豚骨ラーメンって結構、ね、僕びっくりしましたけどもね、かなり人気店でございました。はい、はい、じゃあ2軒目いきましょう。2軒目はこちらです。ドーン。はい、2軒目は松山市にあります、はい、氷田というお店ですね。これめちゃくちゃ有名なお店です、はい、愛媛のラーメンっていうとご当地ラーメンっていうわけじゃないんですけど、特徴は甘い。これね、僕もなんかその愛媛の甘いラーメンってほとんど食べたことなかったんで結構ビビってました。で、賛否両論というか、こう好きな人と嫌いな人がすごい分かれるよみたいな話もありましたし、まあ、その一番代表的選手というか氷田ね、うん、超有名店なんですけども、昭和55年創業ですね、まあ、僕と同い年みたいな感じですね。はい、はい、で、まあ、基本は居酒屋スタイルなんですけども、はい、で、なんかこうおでんとか出しててね、おでんとかおつまみとか出してて、結構おでん頼んでじゃこ天とかね、ほら宇和島近いからつまみながらこうお酒飲んだりしてね、で締めに結構ラーメン食べる人も多いし、うん、ラーメン目当てのラーメンだけのお客さんも結構いますね。で、こちらが中華そばダン。はい、これがね、いいでしょ、このポテッとした感じの丼ね。いいですね。ね、で、具はチャーシューとネギだけなんですけども、麺は中細のストレート麺なんですけども、はい、スープ確かに甘い、そしてチャーシューも甘いんですよ。で、おそらくこのチャーシューを煮た、はい、なんかこう甘い煮汁みたいなのがヒントになってんじゃない、味のヒントになってんじゃないかなと思うんですけども、はい、で、上にこうホワイトペッパーがかけてあってちょっと味を締めてる感じなんですけども、まあ確かに賛否ありそうなんですけども、個人的にはかなり好きな感じですね。なんかこう直接的なこう砂糖の甘みみたいなじゃなくて、なんかこう旨味の延長の甘さみたいな感じなので、とってもいい感じでしたよ。素朴な感じで、まあ、なかなかこう東京に出てくるかっていうと難しいかなと思うんですけど、こうなんか愛媛でラーメン食ってるなっていうのはね、
ここに来て、まあ、さっきのラーメンは福岡かみたいな感じだったんですけど、それは感じられるね、非常にいいお店でございました、はい、結構混んでましたよ、人気の店で、はい、2軒目は氷田でございました、はい、じゃあ3軒目いきましょう。3軒目こちらです、ドーン。はい、3軒目は、これは大街道っていうのかな、大街道っていうところにありますラーメンバー錦岩本というお店ですね。この大街道っていうエリアは、はい、あのいわゆる松山駅前よりも栄えてました。はい、松山駅前は意外と結構素朴な感じなんですけど、この大街道のエリアは結構こう繁華街っていうか飲み屋さんとかも多くて栄えてるんですけども、なんとここの錦岩本さん、はい、なんとミシュラン掲載店でございます。すごいですね、ここにミシュランあるかと、あの愛媛の方に聞いて行ったんですけれども、はい、まあ、ここも飲めるラーメン店でね、そのごぼう店とかね、うまいですよね、つまんで焼酎飲んでとかそういう感じなんですけども、で最後ラーメン締めて食べるみたいな感じなんですけども、はい、ここはですね、地元の姫っ子地鶏の醤油ラーメンっていうのとタイラーメンの2枚看板ですね、うん、僕が食べたのはこれタイラーメン、こちら、はい、マダイ塩ラーメンことぶきっていうメニューなんですけども、やっぱ愛媛宇和島がありますから、宇和島のタイ、これ有名ですよね。で、あの東京でもタイラーメンで、麺魚さんとか、うんうん、あとは四谷の東華さんとかね、タイラーメン出してますけど、やっぱみんな宇和島さんのタイ使ってます、うん、ね。で、ここはそのもう地元ですから、うん、タイバッチリ使ってますね。で、具は鶏チャーシュー、三つ葉、あられ、白髪ネギ、糸唐辛子で麺は中縮れ麺なんですけども、タイの香りが結構ふんわりと感じる感じでね、うん、で、スープはすごい塩角の取れた柔らかな感じのスープで、で、麺をこうすするとさらにタイの香りがふわーっと上がってくるね、多分香味油にもタイを多分使ってるんだと思うんですけど、非常にうまく作ってありました。これあのもう都内とかにあっても全然申し分ないぐらい行列作りそうな感じの名店です ね、はい、3軒目は錦岩本さんでございました、はい、そして最後4軒目こちらです、ドーン、はい、4軒目は新居浜にあります濃厚魚介ラウメン純さんでございますね、はい、これは新居浜っていうところにありまして、ちょっとまあ、松山からは少し東にというか、まあ、香川寄りにちょっと、特急乗ってってみたいなようなところなんですけども、僕も新居浜は初めて行ったので初めて食べましたが、はい、ここはですね、なんと三春池袋店出身の店主が営むお店、ね、三春といえば、高田馬場にあります渡辺淳さんのプロデュース店ですけども、そこで腕を磨かれて新居浜で独立されたという方なんですけども、こちらもなんとミシュラン掲載店でございます。すごいですよね。そうですね。ね、渡辺淳さんも喜んでるだろうきっとね。で、こちらの、僕が食べたのが豚骨魚介つけ麺、こちらドン、はい、豚骨魚介つけ麺で、これはですね、はい、具はチャーシュー、メンマ、海苔で、麺は平打ちの手もみ風の麺なんですけども、はい、スープは豚骨に煮干しとか昆布とか椎茸、あと鰹節なんかを合わせて仕上げたんですけども、結構ね、こう、まあ、豚骨魚介といえど無駄に濃くないですね。結構東京だとドロドロのつけ麺多いですけど、無駄に濃くなくて、まあ、いい意味のちょっとシャバついた感じ、うん、でいいですね。濃すぎなくて、で、麺の仕上がりがやっぱこの手もみ風なのがすごいいいんで、うん、太いんだけどそのちょっとウェービーなところにスープがよく絡んでって持ち上げがいい、うん、素晴らしいですよ。で、チャーシューは直前に炙ってくれましてね、香りもいいですし、で、メンマ、はい、太いですよねこれもあの渡辺が太いですからね、やっぱり渡辺からの流れで太いんだなみたいなね、嬉しい感じね。濃くすればもう少しこう楽に作れるのかもしれないですけど、あくまでこう麺を主役にしてつけ麺を作ったっていうところがね、ミシュランのポイントだったんじゃないかなと思いますよ、はい、ね、新居浜の純さんでございました。はい、ということで4軒バババババッと紹介してきましたけど、全然違う4軒だったでしょ。全然違いますね。ねえ、どれ気になりました？タイラーメン気になりました。タイですね、やっぱり。タイね、タイなんていうのは結構救世主っぽくて、はい、そのまあタイラーメンっつっても基本的にはそのタイの中骨っていうかね、だからいわゆるその魚屋さんにおろすタイはもう身としてあるわけ、うん、
それのおろした中骨、結構身もついてる中骨を使って出汁を取るっていうことを始めたわけだよね。で一見その取れないんじゃねえか説、そんな味の濃い魚じゃないからなんですけど、作ったら、まあ、結構量は必要らしいですけどね、その骨は結構いい出汁出ると。でまずその塩だれとの相性がすごくいいんで、こうタイラーメンはちょっと来てますよね。いいですね。ねえ、でまたあっさりしているしね、すごく女性にも受けてますし、まあ、東京でも流行ってる店はやっぱずっと流行ってるね。タイもね、寿司もいいけど、はい、タイラーメンもいいぞっていうことね。ね、なかなかこうあんまりそのタイのおつゆ寿司屋でも飲まないもんね。やっぱお味噌汁多いもんね。だから意外とこうラーメン屋さんがね、なんかこう革命を起こした感がねあるかなと思いますよ。あと愛媛の甘いラーメン、甘いラーメン食べたことないでしょ。ないですね。でもねこれね、まあ、ホテル名は言わないから多分大丈夫なんだけど、はい、まあ、甘いラーメン食べました、ひょうたで美味しかったって。でホテル泊まるでしょ。で朝起きてその朝ごはん、はい、でお吸い物っていうか、なんつうの、おすましっていうか、うんうんうん、お味噌汁じゃないんだけど、こうお椀飲んだらめっちゃ甘くて、それはね正直ね結構きつかった。これ母ちゃんばあちゃんが作った煮物のつゆめっちゃ多いバージョンみたいな感じの、これつゆ飲むのかっていう感じのね、うわきつかった。だからやっぱりねお店によるんだと思うんだよな、うん、文化的に甘い味の文化なんだと思うけど、結構なんか店によるかもしれないなと。だからひょうたは有名店だけあって、やっぱりね素晴らしいんだなっていうのをホテルのお椀を飲みながら思ってたけど、うわこれちょっときつかったなみたいな、ね、ありますね、うん、まあでもなんかこう地方は結構甘い味のとこありますから ね、 面白いね、その流れかもしれませんけどね、うん、愛媛って行ったことありますか。ないんですね。あまり行く機会ないよね、はい、でも愛媛ってそれこそでもサザンもそうですね、ね、行ったりとかね、サザンが割と近くで見れる会場っていうのは聞きますけどもね。行きたいですね。 GoTo トラベルで行く人も多いかもしれませんけどね、うんうん、まあ、びっくりしたのがね、その松山空港着いたら駅がなかったことですね。だいたい空港で着いたら駅あって、電車で街に行くじゃない、はい、ないからね、もういきなりタクシーっていう。へー、びっくりしました。え、俺駅ねえじゃんみたいな。タクシーでめっちゃ大音量でそのタクシーの、運転手さんが演歌流しててね、すいませんね演歌で、でも私もずっと運転してるんで聞けないんですよつって、全然いいですよなんつってね、演歌ガンガン30分ぐらい聞きながらね街まで行くというね体験でしたけどね、はい、どうですか。道後温泉がね結構街から近いんですよ。うーん、松山からすぐなの。さすがにね出張で温泉入るわけにもいかないからあれでしたけど、やっぱ回るにはいいんじゃないかなっていう、ね、うんうん、思いましたけどね。お城が真ん中にあって、こうお堀がね、なんかいわゆるザ地方の都市って感じでね、よかったですよね。ぜひ行ってみていただければと思います。はい、ということで今日は愛媛の4県をご紹介いたしました、はい、告知ありますか。ないです。告知ね、はい、りさちゃんの SNS を、 SNS をチェックしてください。チェックしてください。はい、そして私のラーメンニュース、ヤフーニュース、東洋経済オンライン、あやら .ガジェット通信等々で配信してますんで、ぜひチェックしてみてください。ツイッターやフェイスブックの方でも載せてますんで、フォローしてみていただければと思ってます。はい、ハッピーエンドのお知らせ、12月20日日曜日13時から前向きソング縛りカラオケ、サザン桑田さんのナンバーから前向きな歌だけをリストアップして、みんなで明るく元気に歌い倒しましょう。いい企画ですね、はい、これ暗いソング特集だとかだと嫌なもんね。暗いソング特集は多分やる日はないのかな参加費2000円、ご予約制、詳細をホームページの12月20日の欄をチェックしてください。はい、よろしくお願いします。はい、この番組は2週に1編の生放送と、サザン、ラーメン、本のミニ番組配信してますんで、ぜひこちらの方からチャンネル登録持ちます。そして今日の動画が良かった方、ぜひグッドボタン押してってください。よろしくお願いします。はい、ということでございまして、今日は愛媛のラーメン屋さん4軒ご紹介いたしました、はい、アシスタントは西田梨沙ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。そして私出隊長でお送りしました。ではまた次回、バイバーイ。受ける気持ちとすれいいのベイベイ I'm a chance